のプレゼント。はぁ、楽しかったな、デート秘密の大阪旅行。えへへ、焼肉にたこ焼き、温泉、最高だったな。そうだね、こんなのみんなに知られたら羨ましがられるだろうな。そうだよ、だから秘密にしたんだもん。そう考えると、なんか、秘密のデートみたいだったな。霊夢、変なこと言わないでよ。デートだなんて。それじゃあそろそろ寝るか、寝坊しないようにしようぜ、おやすみ。ちょっと寝るの急すぎでしょ。はよ寝ろ。あれ、もう朝か。デイの寝相が悪かったせいか、なんかよく寝れなかったよ。でも今日から学校か。今何時だ。え、うそー、もうこんな時間やんけ。こうしちゃいられない、すぐ行かないと。おらー、どうしよう。はぁ、はぁ、無理だよレイム、絶対間に合わない。ダメだ、今日は遅れられない。ワンチャン成績に関わる。そんなこと言っても無理なものは無理だよ。そう、でもこのまま遅刻するわけには。むむ、おい、どうしたレイム、急に立ち止まって。いやごめん、ちょっと気になるのがあって。特別キャンペーン、フォトナの大会で50位以内に入れた方のみ、心の清い方のみ乗れる、金トーンをプレゼントを。おいマジかよ、もうこれしかねえ。ゲーム、突っ立ってないで早く行かないと。いや、一旦移動中止だ。は？今から大会に出るぞ、で。遅刻しすぎてついにおかしくなっちゃったのか？違う、この金トーンだ、これを手に入れれば学校にも間に合う。でもこれ、どうやって大会に？おわ、なんか急に出てきた。いやー、吸い込まれる。これどうなってんの？とにかくコンテンツブラボー。いやほーい、改めましておはこんばんにちは。学校に遅刻しそうなレイムと、召喚されたアヤです。同じくフランです。同じくマリサと、レイムと遅刻しそうなジェイです。ということで今回は一体何の大会なんだ。急に回転操されて何にも分かってない。マジか、それ私たちもなんだよね。登校して教室にいたら急に転送されて。マジか、お前らもかよ。あ、私なんかワープ前にメッセージ受け取りましたよ。メッセージだと、それ読んでくれ。デートですね。まずは書道を制覇しろ、その後説明するとのことです。なんで書道科学でることバレてるの。でもそのメッセージの通りだよ、大会の詳細より先に制圧だ。そうだな、一旦戦いに集中しよう。一旦トラック内の敵さん倒した。ナイス、でもまだ何人かいるっぽいな。こっちが、こっちから銃声してる。あれか、見えたわ。横槍入れたらワンチャンやれないかな。確かに、撃ってみましょう。あー、白ダメだ。疲弊してる、これ詰めちゃおう。ここだ、多分この隣。オッケー、いてー、撃たれてた。しかもこれ下にもいるわ。下の敵さん頼む。了解、で、やー、そしてとどめー。ナイス、こっちも倒してるよ。え、いつの間に。140カットされてるのに突っ込むのすごいなてー。メンタルは自信ある。おい、でもこれ、まだ敵さんいるはずだよな。でもまだ、むむ、あー、アシートマークです。私の方にいた、割ってるよ。オッケー、この下か。ちょうどそこ、隠れてるかも。まさか、この下か、どやー。よっしゃー、初動制覇ー。ナイスだよ、4キルも取れていい感じ。おい、でもこれがまだ何の大会なのかも分かってないぜ。あ、そうだった、あや、メッセージの続きを。はい、まず、初動は制覇したようだな。なんだ未来見えてるんかその人。この大会はランクカップ、そして、現在2時間遅れだ、だそうです。2時間遅れだと？どうして最初からやらせてくれないんだ。君たちも遅刻してるから、だそうです。いやバレてるんかよそれも。マジか、2時間遅れで50位以内に入らないといけないのか。あ、でもその代わり艇の中身を最強にしておいたと書いてありますよ。マジ？はい、グラファミンを取ってるあのルークさんだそうです。豪華すぎだろ中身。なんか2時間遅れでも急に行ける気がしてきたわ。マジ頼むぞてー。いやレイムも頑張ってよね。そんで私たちは教室から応援部隊として召喚されたわけか。てか思ったけど、大会してたら授業始まっちゃうくね。あ、いや気づくの遅。あ、大会中は現実世界の時は止まっている、安心しろと書いてありました。いやありがたいけどどういう仕組みやんけこれ。マトリックスかよ。そのツッコミわかるかなみんな。よし、とりあえずやることは明確になったな。2時間遅れてるから、逆転目指して大量キル、だね。そして時は止まってるから安心、と。なあ、ずっとこの世界にいればよくね。いや怖い誘惑すな。よし、キルムーブといえばやっぱラストだよね。あ、メダル取られてないみたいだし、ここを制圧し。ってあれ？なんか、宝箱残ってますね。え、まさかのフリー？いや、ところどころ漁られてる、いた形跡はあるんだよな。でもなんで物資もメダルも残ってるんだろ。多分あれだな、2パーティーより手互い1人ずつやられて。両方引いちゃった、ってやつですか。だとしたらありがたすぎる。でもメダルは取れたけど、ここでキル稼げなかったの痛いな。だね、有利になった分、ガツガツいっちゃいましょ。あ、レイム、こっち敵さん見たよ。おいマジか、ナイス発見。建築が結構ある、戦い終わった後なのかも。なら攻め込んじゃいましょ、私左から行く。おお、かなり好戦的だな。くっ、ないとキルポ稼げないからね。敵さん合流してる、回復してるわ。クロスく寝てるよ、別々で張り替えましょ。了解、こっちサイド開けるわ。よし取った、敵さん3連しろ。ナイス
いたきり。あれ、いつの間にかセイも一人やってたのか。がっかりしてんな、おい。2時間遅れだからね、これくらいできないと。ほら行こう。セイのやつ、中身が強いと分かってから急に強気に。別に悪いことじゃないからいいよ。今日の晩飯は何に。一膳された。いや露骨にぼーっとしすぎだろ。まったく、ここは私に任せて。オプション取りたかった。当てすぎだろそれ。止まってるとはいえ、そんな簡単に前段当てれるようなもんじゃないぞ。聖さんの中身の強さ、再認識しましたね。よっしゃあ、来た。ここの制圧。ナイス。てかやばいな、資材使いまくってもすぐ補充される。素早く倒せてるからね、キルムーブのいいサイクルに入れてるよ。なるほど、ガツガツ言って素早く倒せばいいってわけか。言葉で言うのは簡単ですけど、めちゃくちゃ難しいでそれ。まずはやってみることだよ。ほら、バンカーの敵さんに突撃だ。了解、これ中入られる前に削りたいな。いいぞ、私別の面から張り替える。鳥も40ずつくらい削った。2人あったよ。でもこれ中へ逃げちゃうかな。やりにくいね。でも追い詰められてるし、ここは時間かけてでも倒したい。うわ、アーマードボールか。くう、面倒な真似を。今別の敵さん来たらまずい。霊夢、上閉めておいてくれ。オッケー、閉めたよ。おう、抜け目ないですね。まあハイド怖いからね。よし、こっち開けたぞ。そのボックスいる。やあ、とどめさす。オッケー、やったけど私めちゃくやった。了解、ここは私に任せて。って待って、開けられた。うわあ、いや何してんねん。あ、危ねえ、やられかけた。まったくしょうがないな。私が行く、レイムはカバーを。オッケー、裏からショットガン撃つ。やべ、弾入ってなかったわ。いや、リロードしてる間に終わってるやんけ。ナイスだぞてー。いや、しっかりしてくれレイム。オッケー、ショットガンの弾数増やすカスタムもできたし、これで大丈夫だ。大丈夫かな。よし、一応ラストに戻ってきてみたけど。さすがに敵さんいないか。一応メダルの力で周囲にいないかだけ見るか。いやー、さすがにいな。むむ、まさかのいたー。マジか、こんなのメダルなかったら絶対気づかないぞ。てかそのメダルが強すぎる。こっち来るとこう出る。やあ、終わった。140カット。ナイス、これ味方が来る前に一気に行っちゃおう。オッケー、わらわセンサー反応して飛ばされた。何してんねん。レイム、壁壊して、私入る。いてー、ナイス倒せた。完全におとりでくさ。まあまあ、私は自分の役目を全うしてるだけだからね。レイムの役目はおとりなのかよ。相方さんも倒したよ、どんどん行こう。危険発動。反応あり、向こうだ。マジこのメダル便利だな。戦いたくない敵さんからしたらたまったもんじゃないぜ。案内すぎる。あれ、見失った。ここら辺だったんだけどな。メダル持ち直しましょ。これで反応するはず。おう、出てきたぞ。よし、場所が分かれば突撃だ。でも、マジかすれ違った。あの敵さん無視しよ、この敵さん狙う。入り込み。いや何それうま。へへへ、削ったらあとはゴリ押すだけだ。で、あれ、隠キル。さっきスキャンした時、二人一緒にいなかったか。じゃあこれビクトだったってことかよ。あ、まあキル取れたし、何の文句もないんだけどね。それより次のキルだね。今上から一人飛んでいったぞ。毎回場合言ってるな、逃げてるのかも。うつわ、終わったぜ。ナイス、これ逃げられる前にやりきりましょ。了解、詰めるね。メカ建築張ってるな。霊夢、その中だぜ。下壊してゾーン。ナイス、うまく決まったな。でもこの敵さん、ダウンでしたね。確かに、逃げてたから一人かと思ったけど。なら近くにまだ敵さんいるのかも。よーし、行くぞー。完全に戦闘場の顔になってる。で、ここ敵さんいるかも。ちょうど危険走った。うおー、いい対応だー。やったー。もうただの殺戮マシーンやんけ。てか、おいます、見ろ。一人こっちに出てきてる。わった、マジローだよ。倒したー、このキルおいしすぎー。敵さんはドンマイですね、今の。でもセイムだが、まだこっちにいるぞ。これも黒く言いましょ、私上から。私はサイド、今だー。倒した、ナイス連携。相手敵で5年被弾した。大丈夫、私前出る。時間稼ぎだ、これで開けてきたら、打ち返す。行けて相打ちか。ただ状況は全然違う、こっちは2人。同じ相打ちでもアドバンテージってわけか。そう、これが私の役割、おとり。いや、そこに繋がってくるんかい。よし、行くぞレイム、入りまーす。いや、なんで入れちゃうのそれー。へへ、うまいでしょ。いや、実際うまいから何も言えねえ。中身グラファニーだしな。よしてー、そろそろ休憩するか。いないよ、何言ってんの、ほら打って。まだいるのかよ。マジノンストップだな、今回。オッケーですか、もう休む暇ないな、これ。もう終盤だよ、アンチ狭くなる前に全員やりきっちゃいましょ。スレッドエグいこと言ってる。もうすぐ20キル、ラストまでファイトですよ。くぅ、こうなったら最後まで出し切ってやるわ。レイム、ちょうど正面敵さんいるぞ。よし、ラストバトルの呪しを上げるぞ。打ち合いじゃー。倒せたー。いや、自分がそんな驚くんかよ。ほう、レイムがそこまで見てるんなら、私も黙っちゃいられんな。いや、偶然ですよ、私は。待っていけるかも、フルボックス、ドラー。いや、今すぎだろ、それ。よかったな、レイム、手が味方で。ああ、敵側だったらとっくにロビーだよ。感謝するんだな。いい回転。でも、お互いいい感じに展開作れてますね。ああ、このまま最後の敵さんまで攻め続けたいけど。いかんせん、アンチだな。ここは移動を優先しますか。だね、ストームでやられたら元の子もない。上から圧だけかけて進んじゃいますわ。いや、結局攻撃しとるやないかい。我慢できなかった。よし、アンチ内まで来れたぞ。あれレイム、そこ敵さんいない。いやいや、しかも二人。レイム、そこから撃ってて、私ヤバいことにつけた。え、どういう。引き抜かれ、こんにちはー。
んのかよそれ。よっしゃ、アイドル。いや、悪魔だろ今の。よく見つけたけどな、ゼイモ。よーし、うまくいった。ちょ、いけてててて。霊夢はすぐ気が緩むな。いかんいかん、また悪いとこ出てたわ。残り人数少ないけど、油断は禁物だよ。そうね、その通りだわ。一応撃ってきた敵さんは二人だけど。あら、アーマードボール貼られちゃった。堅実な敵さんだね。こっちにも敵さんいるぞこれ。しかも多分一人だ。マジか。それはやるしかな。いけてててて撃ってきたわ。でもマジで一人っぽいぜこれ。よっしゃ、行くぞ。強気に入り込む。階段を屋根に張り替え。そしてはガチだった。ガチ号の定力さ。もうさっきから敵さんに同情する場面が多すぎますわ。それほど圧倒できてるってことですよ。一応それは予定通りではあるけどな。まあそうなんだけどね。せんだら敵だねだ。やっぱり団体的。でも関係ねえ。ナイス。ラスト 2v1v1 だぞ。2人パーティーは私たちだけか。一人見つけたから詰めちゃうね。霊夢はラストの敵さん探しておいて。オッケー了解。いや何してんの霊夢。陽動天空城やりたいだけだろそれ。でもほら見てて、こうやって待ってると。ほら撃ってきた。ラストの敵さんあそこだよね。まさかの使い方です。そんじゃらスキルいただくね。これで終わりだよっしゃー、ナイスリプロー。最後の最後まで突っ込めたね。結果的に29キル。ポイント100ポイント以上漏れたな。一気に上位目指せるところまで上がりましたよ。あとはもう一回リクロイか。まだ足らないの。さすがに一回じゃ巻き返せないよね。逆に次リクロイすれば一気にトップ50も見えてきます。休んでる暇はないか。よっしゃ、もう一回かますぞ。いやっほー。さあこのマッチも頼むぞ。でもちろんだよ、霊夢も一緒に頑張ろう。集中力切らさないようにな霊夢。霊夢大丈夫か。いや私心配されすぎだろ。あれ加速選んだのに今回かぶってるな。まあまあ効果は任せておいてよ。圧倒的スピードやんけ。よし当たるとつけた。ワンチャン落とせるかも。マジ1点2点3点4点落とした。むすぎだろ。もう一人も撃つ。白2点当ててるよ。ナイス。ここは私もやるしかない。おお、いけるのか霊夢。当たれ、当たってくれ。よっしゃ落としたー。いやいやいや、エブスギでしょ二人とも。敵さん効果もできずにやられるのはさすがに不憫すぎます。また敵さん同情タイムやんけ。ま、私が降りるところに降りようとするのが悪いかな。いやそれ降りる前にわからんだろ。よし、とりあえず倒せたし、物資集めちゃいますか。オッケー了解。オッケー、だいぶ物資揃ったよ。よし、ならガンガン戦闘を。って思ったら敵さんか。よーマジかこんな急に。でもアンチガイなのに自然だな。マッチョ欠点の盾振り回してきてる。ワックス倒した。一人だったから多分逃げてきたんだね。盾一つで立ち向かうなんて敵ながらあっぱれだぞ。いやそれしか武器なかったんだろ。お、敵さん発見。なんかなかなか敵さんに会えなかったし、遠いけどやり行きましょう。了解、とりあえず60カット。ナイス、詰めましょう。オッケー、一旦上取ったわ。では全然気づかなかった。落ち着いていきましょう。周り敵さんいないしゆっくりでも大丈夫。オッケー、ミニポのネタは2人倒したよ。もう一人も近くいる。了解、じゃあ私は上から。こっち開けてきた、割ってるよ。ナイス、なら隙が生まれたら今だ。ナイス、いい調子。ふん、なんとかなってるぞ。今更だけどずっと戦ってるなマジで。この大会マッチ数無制限ですからね。みんなもずっと戦ってるんだろうな。私たち2時間遅れで参加してるけど、フルでやったら私も体力はあるかも。いやできる人の方がすごいよ。んということで体力尽きる前にこの敵さん詰めますね。いやスキル前提で行くなし。よし壁取った。やあ、ナイスですか。しかもメダル持ちじゃん。あ、思ったけど今回スキャンのメダル持ってないね。そうだね、あれあるとだいぶ楽だったけど。よし、それじゃあラストメダル取り短め。強気だなやっぱ。本来ラストは激戦区ですからね。モサミ注意ですよ。大丈夫大丈夫、勢いでなんとかなるって。おお、がっつり剣バトだなこれ。あ、ミスった。いけてて被弾しちゃったぞ。なんか敵さんうまそうだったな。まっすぐのタイミングのスキャンはまずい。位置バレてるから逃げる方向もバレ。いてぇ、うわぁ。いや勢いでなんとかなってないやんけ。勢いでなんとかできるのは私だね。とりあえずメダル持ち倒したよ。いややっぱ手さすがです。とはいえ敵さん多いからね、油断は全然できない。なんかミパーティー異常いそうですねここ。うわぁ、入られた。今の私ならやられてます。間違いない。これやっぱミパーティー異常いるわ。明らかに足音マーク多い。マジか、さすがにやりにくそうね。なんか、ちょうど戦ってくれてるっぽいし。霊夢のカード回収して、そそっと逃げちゃいまーす。ナイス撤退だな。ちゃんとラストメダル取れてるのがでかい。霊夢さんの復活まで時間もかかりそうですし、終盤前に、あれやっちゃいましょうか。そうだね、ちょうどいいかも。恒例の、失恋コーナー。復活して終盤へ行くまでの間、YouTube のコメント返信をしていくぜ。回答はウプ主のヤワラが担当するよ。それでスタートを。白浜寿司、くら寿司、かっぱ寿司、どれが一番好きですか？いやー、これはくら寿司かな。案外好みあるんだな。いや、好みというか、一番近くにあるのがくら寿司ってだけ。単純な理由だった。まああとくら寿司はビッグラコンがあるのがいいですよね。間違いない、私あれでいつも白熱してるもん。絶対外れるけど。うん、はないのかよ。
ラインスタンプは販売しませんか？これ、結構質問来るんだよな。やっぱラインスタンプだと取っかかりやすいのかもね。そういうことか、すぐは無理だけど、ちょっと考えておくよ。あと限定グッズ、2024年9月9日までだから、買いたい人は忘れなく。マジで売れ行きすごいです。本当にありがとうございます。ヤワラさんは視聴者のことをどんな風に思うんですか？どんな風にって、まあ感謝しかないよね。YouTube の膨大な動画の中から、うちの動画を選んでくれてるんだもん。そう考えると、本当にありがたいな。でも、それに甘えないようにとも思ってますね。そうだね、せっかく見てくれてるんだから。期待に応えれるよう、面白い動画を作ろうとも思えてるよ。だから、応援お願いだ。これラスト。急上昇乗ったら動画どれくらい嬉しいですか？いやー、最近ありがたいことに何度か急上昇に乗ってるんだけどね。本当に嬉しいよ。これ簡単に乗れるもんじゃないから。YouTube の全ゲーム関連動画で、50位以内に入ったってことだもんね。入れてるのが素敵なくらいだけど、勢いはまだあるって思えるな。でも慢心することなく、また急上昇に乗れるよう、動画を作ろうって思ってます。簡単じゃないけどね、マジで。ということで今回はここまで、皆さんいつも質問ありがとうございます。動画ごとに別の質問して OK だから、じゃんじゃんコメントしてくれよな。それじゃあ大会に戻るぞ。てぃ、ナイスリブートだ。いや、ていうかこれ。2回目のリブートなんですけど。くぅ、バレてしまったか。いや、質問コーナー中にやられてただろ。でもどうするんだよ、終盤前だぞ。残り人数少ないとはいえ、この物資できつすぎます。物資が足らないのなら、敵さん倒してゲットするしかねえ。それで行くのかよ。一人割ったぞぜ。ナイス、こっち一人やったよ。いや強すぎ。なら、あの技を使うか。敵さん、私はおとりだ。本命は、私だー。ナイス降臨だぜ。ヒーローの登場シーンやんけ。よし、これで物資は整った。戦えるね。それじゃ、最後の戦いといきましょうか。このマッチ、さっきより人数の減りが早いな。多分だけど、ラストで会った敵さんが暴れてるんだと思う。今撃ってきてる敵さん怪しいな。あれか、マークしておく。むむ？うわ、一気に来てるわ。多分この敵さんたちだね。強くだね。でもこの敵さん倒さないとビクロイが大変になりそうだ。なんか上取ってるし、接点外して崩せないかな。ありかも、こっち来て、もう崩せるよ。オッケー、今そっちに。この音は。うわ、刺して降りてきたか。うん、やりにくいな。絶対上取り戦法かもね。だとしたら考えがある。アンチ移動が必要だし、先に移動してみましょう。そうか、これなら降りてくるか進行するしかないもんね。うわマジか、進行してくるのか。でも大丈夫、全然崩せるよ。もうちょいで崩せそうだけど。あー、でも多分降りてくる。来た、読み通り。エイムさん行ってる。エイム勝負で負けるかー。うおー、ナイスゲッハ。気をつけて、まだいるよ。ボックス、くぅ、惜しい。エイム、もうラスト 2v1v1 だよ。無理しなくて大丈夫。マジかよ、そんなしないのか。今のが事実上の最終決戦だったね。赤はこうやって周り打ちながら、一人ずつ倒せばいけるはず。そして、ラスト一人だよ。いた、あそこだ。よし、決めちゃおう、レイム。ああ、遠距離から打って倒せるはず。これで終わりだー。やったー、またビクロイしたぞー。ちょっと2点に危なかったけどね、なんとか勝ててよかった。これ、50位以内、届いてそうじゃない？あや、結果を。了解です、行きますよ。結果発表ー。33位、50位以内スタート。マジか、2時間遅れだったのに。しかもこれソロが起きだからチームでは17位っていうね。挽回しすぎです。レイム、早く戻って、キントーンもらって学校へ行こう。あ、そうだった。待っててくれみんな。やったぞ、キントーンだ。これに乗れば学校間に合う。よしじゃあ乗るぞ。それすり抜けちゃうんだけど、なんで？そうだ、確か。これ、心の清い方のみ乗れるって、